ニキビの影に潜むもの。待って、赤ニキビ。対処すべきは赤ニキビだけじゃない、コメどもだ。コメど、赤いニキビを発症する前の毛穴の詰まり、それがコメど。お前のここ触ってみろ。あ、ザラザラしてます。それがコメどだ。え、ほら行け。え、皮膚科だよ。ほっとくとニキビ跡になるかもよ。赤ニキビもコメども皮膚科へ。すごい順調でしたね。今日早かったですね。なんかすごい久しぶりな気がして、前何やったかうろ覚えなんですけどなんかでもこのキャラみたいなもんはなんか自分の中にまだいたので、あ、こんな感じかなって思いながらやってましたね。僕割とあれですね、明日やれることは明日やろうみたいな、無理して今やなくてもいいやって思っちゃうタイプなんで、割と放置しがちですけど、でも体のことは早めにケアするように、てか未然にケアするようにはしてますかね。でそれこそニキビとかもそうですけど、大変なことになっちゃったら治るまでも、まあもちろん時間かかるし、治るまでの工程もね大変じゃないですか。で、そうなる前に、なんか、まあ、風邪でも何でもそうですけど、そうならないように、っていうのは日々、気をつけてますかね。あれですよ、洗濯物畳まなきゃが3日ぐらい続きますよね。で、山になります。まとめてやるっていう。なんか、放置しちゃいますね。いや、そもそも人生で僕大学出てないので、3回しかその学校の卒業式ってものは多分なくて、3回とも特に思い出がないですね。なんでこいつ泣いてんだろうって思いながら友達を見てたタイプでも、なんかこう何かを卒業するっていう意味では、今パッと思ったのは中3の時にずっとやってたサッカーをまあ夏で引退みたいな、なんでかわかんないですけど、僕が入ってたチームは夏の最後の大会終わった後に合宿もしてから引退だったんですよね。今思えば不思議ですけど。で、コーチからの言葉みたいないろいろありながら、チームメイトも100人弱いたようなチームなんですけど、もうみんな号泣みたいな。自分もよくわかんないけど号泣みたいな。やっぱ大好きなものをその卒業するときはそういう涙が出るんだなっていうのは、多分人生でも数少ない経験で、でサッカー好きだったんだなっていうのと、学校そんな思い入れなかったんだなっていうのはね、大人になって振り返ると思いますね。でも今大変でしょ、コロナだからね。僕が経験したような卒業式とはまたちょっと勝手も違ったりするのかなって想像するんで、
まあでもこれはこれで逆に言えばね、すごく思い出深い行事になるきっかけになるかもしれないので、まあ、無事にあの卒業式っていうものができればいいですよね、うん、芝居でしか泣いたことないですね泣きます？だって大人になってから頑張れ。これにつきますよね。年度とか新なんかこの区切りがない暮らしをもう15年ぐらいこの仕事始めてしちゃってるんで、まあ正直僕が一番ピンときてないだと思うんですよね。だから頑張れとしか言えないというか、まあ肌のトラブル、ニキビとかね、嫌ですよね。自分も割と肌綺麗だねって言われる方なんですけど、実はちょこちょこ今でもこの年でもできて、すぐに皮膚科に行くようにしてます。まあ CM の中でも多分言ってることだと思うんですけど、あの早め早めでね、なんかそのうち治るだろうってほっとくとろくなことにならないことも出てきちゃうんで、お医者さんに見てもらって直していけるようにやっていきましょう。頑張れ。今年一の頑張れが出ましたねまだ2週間ぐらいですけど